前を向きました。クロスが上がってくる、高井のシュート。そして高井のこの入り方、感じて動いてましたよね。ゴール山内、預けていってオフサイドはない、通って残した、チャンスになった高井、このボールの質も非常に良かったですし、ぐっとこう肩で収めて一回顔を上げてキーパーの位置、そして左足で逆サイドに流し込むと、まあ、素晴らしいゴールですよね。顔を上げてますよね、2回上げてますよね。最後は逆サイド、高井はタイミング外して、足出しましたね、高井選手最後。あ、まあ、そうですね、当たった後にはできてますけれども、まあ、でも今のようなミスっていうのは、高井、ここはスピード上げた、高井だ、高井折り返し、島屋でも出してから、島屋選手出してからそこにスピードを持って入ってきて、しっかり中も伺って、少し浮かしたところもポイントでしたし、時に一人は途中を抑えに行くというような感じになってますね。高井のグランドが OK、田中またいだ、高井、2000年